はい、どうも、リトです。はい、ということで、今日は前回に引き続き、マシュマロに答えていくよ、コーナーでーす。はい、もうすでにね、ちょっと上には出てるんですけども、今回は基本的に質問に答えていくよ、コーナーでーす。はい、イエーイ。はい、で、今回はこんな感じでやっていきます。じゃあ、早速、質問に答えていきましょう。ということで、はい、私も最近 VTuber を始めたものなんですが、動画の編集や撮影はどのようにしていますか？私の場合は、撮影は基本的に、OBS を使用しています。OBS で、カスタマイズをして、背景をつけたりとか、いろいろチャンネルのアートつけたりとかっていうのをもうすでに合成した状態で動画を撮ってしまいます。で、その後に編集をパワーディレクターの方に流して、パワーディレクターの方で編集しています。なので生放送の時とかはこの辺かなに、オンエア中とか今日はこれやるよとかコメント欄とかを貼っつけて、今はやっています。はい、っていう感じですね。はい、では次、サムネは何を使って何に気を使って何分くらいで作りますか？サムネイルはフォトショーを現在持っていないので、基本的には動画内のワンシーンをスクリーンショットして、それをワードに貼り付けて、ワードでその動画の分かりやすい文字を貼っつけて、例えばだと、私の場合だと、リント日記、なんとかなんとかしてみたとか、自己紹介、なんちゃらかんちゃらって感じかな。まあ、この動画のサムネイルとか見てもらうといいと思います。っていうところですかね。で、作った文字と、画像とをグループ化して、ワードの中でね。で、それをコントロール C でコピーして、ペイントに貼り付けて保存してます。結構手間ですね。で、分数か。10分もかかってないと思う。5分ぐらいじゃない？ 5 分ぐらい。手間は多いんだけど、作業量としては5分くらいかなっていうところですかね。はい、では次。創作活動に行き詰まりを感じているとき、どのように解消しますか？すみません、テンプレートから引っ張ってきました。全然大丈夫です。はい、行き詰まった時は、とりあえず寝ます。あとは、寝るかな。こう、すやーっと。すやーっと寝るか、お風呂に入るかな。どっちか。ほんとそのどっちか。お風呂に入るか、寝るか。で、一回リセットして、やり直します。モヤモヤしたまんまだと結局終わらないので、私はそんな感じにやっています。はい、では次、お気に入りの YouTuber は誰ですか？ということで、最近のお気に入りは何回か言ってるんですけど、きょんくまさんです。きょんくまさんのチャンネルがすごいいいです。なんか見てて楽しいし、きょんちゃんとくまちゃんっていう2人でやってるチャンネルなんですけれども、まあゲストとかもいるんだけどね、最近かっちゃんとかチェヌくんとか出てるんだけどね、きょんちゃんとくまちゃんのやりとりが本当に好きで、きょんちゃんもきょんくまさんもハリネズミとかペットを飼ってたりして、そういうのも見ててもすごいこう癒されるなーっていうところですね。よかったらぜひぜひ検索して見てみてください。はい、では次。早口で。うわー、この早口はしんどいぞ。ちょっと大きくするか。早口言いますね。アブリカルビ、アルビカルビ、アブリカルビ、言えてねえな。東京特許許可局、許可局、何？東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長、東京特許許可局許可局長。
無理。この釘は引き抜きにくい釘だ。この釘は引き抜きにくい釘だ。この釘は引き抜きにくい釘だ。カエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこカエルぴょこぴょこぴょこむぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこカエルぴょこぴょこむぴょこぴょこ合わせてぴょこぴょこむぴょこぴょこ言えるかい。誰よこんな地獄みたいな地獄みたいなの送ってきたのも辛いよしんどいよもう。じゃあ次、おいデュエルしろよ。おっと買ってこいよ。私が相手をしてやるぜ。ドロー。私は手札からなんとかなんとかを召喚みたいな感じ。てか優勢じゃん、優勢じゃん。おいデュエルしろよって優勢じゃん。ちょっと面白いの来ましたね。もしくは城之内みたいにかかってこいみたいな感じかな。はい、じゃあ次、蜂蜜ちょうだい。あげる。蜂蜜あげる。誰かプーさんいるぞ。蜂蜜あげるよ、お食べ。はい、次、お金持ちになりたいんですがどうしたらいいですか。私だってなりたいわ。働いてください。もしくは石油を掘り当てるか宝くじを当てるか、この世の中の闇に闇に手を染めてください。それしかありません。もしくは働こう。はい、次、彼氏に振られました、全力で慰めて。私も振られました。なので私とお付き合いするというのはどうでしょうか。どうでしょうか、私と。なんてね、まあ元気出せよ。どなたかわかりませんが、きっと君なら大丈夫だから前を向こうぜ。はい、ということで次、3D やってたのっていうのと、はい、この間のツイートでミクの PV 作ってたみたいだけど本当何やってたん、尊敬するモデラーさんは誰ですか、ということで、ちょっと 3D 関係を少しまとめさせていただいてっていう状態にはなるんですけども、おっと、はい、はい、 3D をやっておりました。基本的にはモデリング、そのキャラクターを作る方ではなくて動きをつける方のモーションデザイナーをやらせていただいてました。で、以前ツイートさせていただいた通り、はい、ミクの PV の作成に携わっておりました。まあ名前出しても問題ないでしょう。村上隆さんという、現代アーティストの方のもとで、札幌にあるスタジオにて PV を作っていました。まあ、PV この辺にちょっとサクッとちょっとだけ貼っときますね。あとここにも。あと概要欄にも一応貼っとこうかな。なんかね、これとかこれとか、あとここにも貼っとくか。こんなのを少しやってました。はい。で、まあ、ただ体調を崩して、ちょっとね、そのまま仕事を続けられる精神状態ではなかったために、やむなく退社をさせていただきました。はい。経験、とてもいい経験はさせていただいたんですけども、もう二度とそのような仕事をすることはないのかなと思って、ちょっと厳しかったですね、私には。はい。というところですね。はーい。では次に行きましょう。ストレス溜まっているんだけど、どうしたらいい？実際どうやって発散してる？私の場合は、声を出すことですかね。クッションで口を塞いで叫んだり、あとは普通に歌ったり、あとは美味しいものを食うっていうのも一個の手だと思うよ。そんな感じですかね。
はい、では次、あなたの今年の夏休みを五七五でまとめるなら、まあ何よりも夏休みないしね、ないけど五七五か、夏らしいことなど何もしてねえな悲しいなはい、っていうところですかね。はい、じゃあ次、平成最後の夏も終わりそうですが、何か印象に残った出来事などありますか？出会いと別れがありましたかね。まあ別れに関してはうーんって感じですけど、出会いについてはいいものもいくつもあったかなと思います。まあ何かって、それはね、これを見てくださってる皆さんだよなんてね、ちょっと臭いねまあでも実際には最近いろんな YouTuber さん、あーと YouTuber というか VTuber さんがねとお話しできるようになって嬉しい限りですし、そういう出会いに関してはかなり良かったかなと思います。まああとは先日の台風と地震が印象的っちゃ印象的ですかね。なんかね、自然災害には勝てないなって痛感しましたね。はい、では次、スタンド使いになるとしたら、名前と能力とステータスどうする？悩ましいね。ジョジョっぽくしたいから、なんか洋楽っぽい感じがいいよね。あ、まあこれまた私の好きなアーティストさんになるんだけど、あれだな、アサキさんの作ってるグループでシズボンドチェイトっていうアーティストグループがいるんですけど、の曲よりマヌカン、まあ、マネキンって書いてマヌカンって呼ぶんですけど、なのでスタンド名はマヌカンで、能力はスタンドから作成される人形を操って、それで相手を操作するスタンド、戦闘力はほぼほぼないです。宙に浮いてる感じかな、なんか幽霊っぽい感じで、そこからなんか体から人形かなが出てきて相手を操作する感じ。ただスタンド使いがアホなので、基本的に相手がしないような格好とかしてさせて見て楽しむだけ。もっと活用方法あるだろうっていう、バカみたいな、スタンド使いに操作されちゃってるスタンドって、どうすかそんな感じですね。はい、では次、最高に入ってやつだって、これ同じ人コメントしてないで、さっきのこの1個前のこれとさ、これ同じ人コメントしてない最高にって言われたら入ってやつだしかないじゃんはい、ということで、今回は以上です。はい、これで届いていたマシュマロも全部ご紹介させていただいた状態になります。はい、でマシュマロに関しては今後も募集させていただいています。一応マシュマロの、URL は下にも載せておきますね。でまたこんな感じで質問に答えていく動画もやっていけたらなと思っています。はい、では以上リントでした。バイバーイ、また見てね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あとツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。